も皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 GoTo トラベルの第2弾をですね、概要公開されましたので、こちらの解説ね、やっていきたいなと思います。ということで皆さんね、こちらの公式サイトね、覚えておりますかね。旅で日本を元気にしよう、 GoTo トラベルということで、ちょうど1年前ぐらいですよね。すごいね、お得にいろんなところね、行けて、かなりね、利用された方もね、多いんじゃないかなというふうに思うわけなんですけども、まあ、今回ね、第2弾ということで、まあ、どのぐらいね、お得なのかっていうのと、前回とね、どう違うのかっていうのはですね、気になってる方、結構いらっしゃるかなというふうに思いますので、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではまずね、開始時期なんですけども、残念ながらですね、開始時期はまだね、公開されておりません。まだね、わからないんですよね。来年の1月の終わりとかね、2月とか、まあそういった感じで新聞報道出てるんですけども、細かいね、日程っていうのはまだね、決まっていないっていった形になります。でですね、前回のね、 GoTo トラベルキャンペーンね、どんな感じだったか皆さんね、覚えておりますかね。前回の GoTo トラベルは、旅行のね、割引が全体で 50% 割引っていうのが GoTo トラベルの1回目のキャンペーンでしたよね。まあ旅行代金がそのうち 35% 旅行代金ね、割引してもらって、残り 15% はですね、地域共通クーポンっていうので付与っていった形になっておりまして、まあ全体でですね、 50% の割引が受けられるっていうのが GoTo トラベルでしたよね。まあ私もね、かなりいろいろ利用させていただいて、まあこれを利用してですね、ヒルトンのダイヤモンド収容だったり、ヒルトン東京、あとヒルトンダブルツリーとかもね、宿泊しに行ったと思うんですけども、かなりね、お得に利用させていただきました。で、今回のですね、 GoTo トラベル第2弾なんですけども、結構ね、大幅に変更されている部分があります。こちらね、公式サイトの画像なんですけども、割引率もですね、前回は 35% でしたよね。で、今回はですね、 30% っていった形になっておりまして、またね、割引上限がですね、前回は1泊あたり 14,000円っていう割引だったんですけども、今回はですね、交通付きが10,000円、宿泊のみが7,000円っていった形になっておりまして、私みたいにですね、マイルを持っていて、飛行機ではマイルで飛んで、現地のホテルだけでね、利用するみたいなね、そういった感じだと、まあ、7,000円の割引になるっていった形になります。で、日帰りの場合はですね、前回は日帰りだと7,000円だったんですけども、今回は3,000円っていった形になっております。で、地域共通クーポンですね、ここがね、かなり大幅な変更になっておりまして、旅行代金の 15% はですね、この地域共通クーポンね、もらえてたわけなんですけども、今回ですね、平日だと一律3,000円、休日だと一律1,000円でいた形になっておりまして、こちらは前回に比べるとね、かなり付与率はね、下がるかなっていうふうに思います。で、こちらのですね、平日っていうのと休日、まあこちらの定義っていうのはですね、まだね、決まっておりませんので、まあどの日がね、平日に当たって、どの日が休日に当たるのかっていうのはですね、これからね、決まっていくっていった形になります。まあおそらくね、月曜から金曜が平日で、土日祝日がね、休日っていう扱いになるのではないのかなって個人的には予想しているんですけども、まあこういった感じでですね、地域共通クーポンのね、付与がされるっていった形になります。でですね、今回のこの GoTo トラベル第2弾なんですけども、この公式サイトの画像なんですけども、ちょっとね、まだ記載がされてないのか、まあこれからね、詳細が決まっていくのかちょっとまだわかんないんですけども、今回のね、まあ交通付きがまあ1万円の割引、宿泊のみがね、まあ7000円っていった形になっておりまして、まあホテルね、宿泊するだけであれば、まあ7000円っていった形になるわけなんですよね。まあこれがまあ前回と同様ですね、1泊あたり7000円もらえるのか、もしくは1回の旅行で7000円なのかっていう感じで、まあ連泊でね、利用する場合、まあどういった感じになるかっていうのはですね、まあ、前回と同様であればですね、1泊あたりね、もらえているわけなんですけども、まあ、今回ね、どうなるかっていうのもちょっとそこら辺はね、まだわからないっていった形になるんですよね。またね、前回は1人単位でですね、もらえてたわけなんですけども、まあ、これがね、1室になるかっていうのもですね、ちょっとまだわからないっていう風になりますんで、まあ、ご家族とかでね、利用する場合はですね、1つの部屋だとね、ちょっと不利になるみたいなね、まあ、そういった状況もですね、あるのかもしれないので、そういった場合はね、複数の部屋取った方がお得になるみたいなね、まあ、そういったケースもですね、出てくる可能性があるっていった形になってるんですよね。ですね、ちょっとね、詳細がわからない部分はね、
ちょっとあるんですけども、まあ、こういった感じでですね、 GoTo トラベル第2弾がですね公開されているっていった形になるんですよね。それでは次にですね、今回ね詳細が発表されましたということで、まあ、私の方ですね、まあ、シミュレーションね一応作ってみたんですよね。まずねこちらですね、1泊2日のホテル滞在でホテル代金が2万円だった場合ですね、こちら今回ですね GoTo トラベルの第2弾では割引率が 30% っていう風になりますんで、6000円の割引が受けられて、プラスね地域共通クーポンが平日であれば3000円、休日あれば1000円がもらえるっていった形になります。でホテル代金はねもともと2万円だったわけなんですけども 30% の割引が入りますので、実際の支払い額は1万4000円っていった形になります。まあ1万4000円払ってプラスね地域共通クーポンがもらえるっていうね、まあこういった形になるんですよね。まあこちらはあくまでね1泊2日でホテル代金が2万円だった場合ですね。またですね上限を狙っていくとどうなるのかっていう話なんですけども、今回のね GoTo トラベルの第2弾はですね上限が7000円っていう風になっておりますんで、対象支払い金額はですね 23,334円の客室に宿泊するとこちらの上限7000円がもらえるっていう風になりますんで、こちらシミュレーションだとですね、ホテル代金 23,334円、まあこれねぴったり合わせるのはまあ無理だと思うんですけども、まあ大体ね2万4000円ぐらいですかね、まあここら辺のホテルに宿泊していただくと割引はね7000円が受けられて、またね平日であれば3000円、休日であれば1000円のね地域共通クーポンがもらえます。で、実際の支払い金額は 16,634円のね支払いになるっていった形になるんですよね。まあねお得路線から言うと、まあできればね 23,334円にね近づける金額で、まあ、利用していただくとですね、この GoTo トラベル第2弾がね一番お得になるっていった形になります。それでは次にですね、まあ先ほどのはですね1泊2日1人でね宿泊した場合の、まあ、シミュレーションだったんですけども、次にね1泊2日を2人でね宿泊した場合で、今回のね GoTo トラベルも前回と同様ですね、この上限がですね1人に対して、まあ、もらえるっていう状態でですね計算させていただくと、上限はねこんな感じになるんですよね。ホテル代金は46,668円のね客室に宿泊すれば、お二人ですね割引率は14,000円ね 30% 割引受けれるっていった形になりますんで、実際の支払い額は 32,668円の支払いで、またね地域共通クーポンが1000円もしくは3000円がねもらえるっていった形になるんですよね。ですんで1泊2日でねお二人で宿泊するのであればですね、まあだいたい4万7000円ぐらいね近づけて利用していただくと、まあ最もねお得に利用することができるのではないのかなっていう感じになりますかね。まあ今回のね GoTo トラベル第2弾がですね、この還元自体がね、まあ、1人に対してだと思うんですけども、まあ今ねいろいろ議論されて、まあ週末にね人が集中しないようにとかですね、高級ホテルばっかりね人が行かないようにみたいな感じで、まあ、対策がされておりますので、まあ、あくまでね、まあ、シミュレーションっていった形で今後ねどうなるかね変わってくるかもしれませんので、まあこの部分はね覚えておいていただきたいなっていうふうに思うわけなんですけども、まあいずれにしてもですねお得にね利用することができるかなというふうに思いますので、来年の1月から2月ねかなり楽しみにしていきたいなというふうに思いますよね。ということで今回ですね GoTo トラベル第2弾ね概要発表されましたので解説ねさせていただいたわけなんですけれども、ひとまずですね今回の GoTo トラベル第2弾ですね、まあ、地域共通クーポンはですね平日だったら3000円、休日だったら1000円っていった形になりますよね。ですのでこれ一律なんですよね。だからまあどんなに安いホテルに宿泊したとしても平日であれば地域共通クーポンね3000円もらえてしまうっていう風になりますんで、ここどうなるかちょっとわからない部分ではあるわけなんですけども、3000円のホテルにですね宿泊した場合であってもですねこちら一律で付与っていう風になりますんで、3000円のねクーポンがもらえてしまうっていう風になりますんで、まあ黒字っていうか、まあ実質無料みたいなね、まあそういったこともですねかなりあり得るのではないのかなという風に思っておりますんで、まあここはねちょっと手こ入れ入るかもしれないんですけども、今のまんまでね行くとですね、まあ1000円2000円のホテルってちょっとあるかどうかわかんないんですけども、まあ3000円ぐらいで多分ホテルあると思いますんで、まあ3000円とかのねホテル宿泊すればですね、まあ実質無料みたいなね感じで
利用することもできるのではないのかなというふうに思いますので、まあ、今回のね GoTo トラベル第2弾に関してはですね、まあ、お手頃なねホテルに、まあ、狙っていくとですね結構お得にね利用することができるのではないのかなというふうに思いますので、こちらもね覚えておいていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルアットモバホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。